端にいるんだ。巨大ボスですかね そんなイベントあんの 喋ったね、あとね。お、すげえ、ボスだ。弱点を攻撃してボスを倒せたステージクリア。はい。ボス戦はハイパーモード禁止。時間切れはゲームオーバー。なるほど。なんだよ、これ。はい、どうも皆さん、こんにちは。チャオリンゴと言います。今日ね、男水続きましょう。ふんどし一丁のヒーローになって、江戸の町を救う。素晴らしいね。そんな 3D アクションです。行きましょうか。なんかもうこの太鼓の SE も慣れてきたというところで、僕もね、男水の世界に染まっていってるのかなと思いますが、頑張っていきます。じゃあ、ステージ4からかな。じゃあ、ここね。武家屋敷が終わったところからです。このなんか勝利とかのアイコンがなんかやたらとデザイン性いいですね。独特のなんかそのフォントだけど、素材とかから持ってきたのかな。まあ行きましょうか。じゃあ次のステージ。あ、そう、たまにね、忍者やってくるんですよ。なんでっていうのも知らないんですけど。あ、なんだこれ。あ、男気ゲージってこうやって使うのか。男気ゲージが一定の時にエルスティック押し込むとハイパーモード。ハイパーモード。お、空中に静止できる。お、マジで？こんなモードあんの？本当に？はぁ、あ。押し込みですって。なんか、そんな、押し込みだとさ、スプラトゥーンのスペシャル技みたいなんですけど、まあ、頑張っていきます。ですね。まあ、普通に消化していきましょうか。男気ゲージ貯めたいなと思います。まあ、2回目ということであんま説明はしないんですけど、こういうゲームなんで、ここから見た人はね、何やってんだろうと思うんですが、移動とか消化とか含めてね、手足から出てくる水を使います。これが、ちょうどね、ZL と ZR と、それぞれね、4つ割り当たってるんですが、まあ、なんか今思うと結構うまく作ってるなと思います。あ、何やれ。これはなんだ、男気ゲージ溜まるやつか。いや、違うか。あんまこっち来てもな。消化をちょっと優先したいと思うんで、アイテムあるんですけど、あんま気にしないでいきます。今回はあんま忍者出てこないんだな。よし、行くよー。別に足から出てるの移動用ってわけじゃなくて、ちゃんとダメージもあるし、召喚もできます。というわけで適当にこうやって、おーっと、回ってるだけでもある程度倒せたりはします。おー、てめえや。倒しましょうか。うん。そろそろハイパーモードいける？ん？来た！すげえ！あ、すごいすごいすごい。え、マジで？移動して、あー、なるほど。A で、おー、すげえ！いろんな技がある。今 A の技です。ちょっと待って。燃えてるところ探そう。あっちやばいな。ああ、しまったー。ここまでか。これは欲しいな。あの力頼らないと、ここら辺が一体は結構難しいと思う。熱いモードだな。では、消化していきましょう。ここら辺の人、火の回りがやばい。ああ、ごめんね。消化して。ある程度溜まんないと移行できないよね、ハイパーモードね。うん、そうだね。どこまでいけるか。正直、今回はダメだと思うな。あー、ダメだ。クリア条件は、あ、勝った。これではまあいいはいいのか。
ハイパーモードでもね、独特の操作感は変わらないんですが、派手ですね。しかもなんか強いっていうね。OK、この調子でいくか。確かに男気ゲージ吸収率とか重要そうだな。さあ行きます。ここどこですか？ホームチェンジ。いやーもうね、プレイ始めてこれでまあ前回から続けてやっと30分くらいなんですけど、なんかさすがに何の違和感も感じなくなってきたな。よし、行きます。声上がるんだな 連続取得で音が上がるのか。さあ行きましょう。ここは結構小回り利かせていかなきゃいけないのかな。お、飛ぼうか。おお、やっぱちょっとカメラと喧嘩しちゃうな。難しい難しい。おお いきます。まあこのやっぱね、竜のポーズはちょっと落ち着いていった方がいい。オッケー、大丈夫か。よし、上がろう。大丈夫、落ち着いて落ち着いて。あの空中にあるのとかは結構取るの大変だな。おお、なんだなんだ、なんかいる、なんかいる。あ、止まった止まった。てめえか。あー、マジか。あれなんだ、吹き矢か。あー、くそ、このモード攻撃に適しないんだよ。尻に矢が刺さってる 尻に矢を受けてしまってな くそ、体力が。なるほど、体力は必要なんだな。確かに寿司欲しいな。もらおう。低い声は自分が受けてんのかな、そのダメージ。そんなわけもない。ちょっとやばいでしょ やばすぎでしょがっつり刺さってたよね。ああ、もうカメラが。そう、あ、引っかかった。そう、いいゲーム特有のハマりをしてたって。飛びますよ。いや、カメラ視点どうするか迷うなー。ああ、やばい、大量だ。しかもハイパーモードに移行できる自信もね、今回はさすがに。こうで。溜まったか。ちょっとね、橋の一個作って。よし、行くぞ。ここら一帯を救おう。行くよ。行きます。ね、結構難しいんだよね、これも。まあ、基本 LR で移動して、そうね。お、結構頑張った。これは行こう。D の技とか何なんだろう。お、何これ。これはなんで負けた。鉱山か。敵だねー。なんか評価できるかな。お、じゃあ吸収率上げますか。よい。サザエさん、いきます。追加の忍者が出現するそうですね。待って、なんだろうあれ。さあいきます。体力ゲージとかあんまり気にしなかったけど、まあ重要にはなってくるのかなと思います。おだから移動が難しいっつってんの カメラ視点は悩みものだな、やっぱり。どうしようかな。てか普通はこんな花瓶にカメラ回らないはずなんですが、なんかすごいことになってるんだよな。さあ行きます。
行くぞー。行きましょう。おー飛ぶぞー。おー取った。ちゃんと角度をちょっとつけて、これでも消化できるんだよな。あー助けてでも勢いがつけすぎる。超難しいなこれやっぱり。うん、やっぱりまあ手堅くいくんだったらこのモードかな。継ぐスタイルで、やっぱ牛は移動だと思うんですよね、強いのが。でまあ攻撃は来るけどしょうがない。うん、あでもちゃんと溜まってんじゃん。フォームチェンジして、いやーやっぱカメラは悩みどころだな。どうしよう本当に。よし、ここら一体救いたい。よし行きます。 OK、A が割と範囲広いのかな。そういうわけでもないか。いや、そうだな。結構強いと思う。うん、いいぞ、いいぞ。お、いいぞ、いいぞ。強い、強い、強い。A は何だろうね。サマーソルトというか、そんな感じ。意外となんかね、すごい広範囲に入るんですよ。X は割とちっちゃいパッド。よし、ちょっと待って、救う。いや、受けてる刺さったまま残るなよとか、まあ、あんた強いなって感じなんだけど。飛びましょう。多分燃えるところは延々と出てくるんだよね。ちょっと待って、あれだあれだ、いけ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 。フォームチェンジ、オッケー。あー、空から見下ろそう。あるね。まあ、まさに火のないところに煙はっていう話だよね。まあなんだろう、思ったよりフィールドって広いんで、やっぱり煙を見てね移動するってアイデアはいいかなと思います。そうだから、あえてマップとかないのかなと思うんですけどね。目視で行くっていう面白さはあるかなと思うんですね。回り込めるか。これはダメだな。入ろう。こういうのをね、空中で消せるようになったら、プロなのかなと思うんですが。ちょっと待って。どうよ。オッケー、いいぞ。まあ、敵は倒してもいいんですけど、まあ、あんま気にしなくても。あー、ちょっと待って、わけわからん。ちょっと待って、すごいことになってる。え、なにこれ。あーと思ってました。まずは周りか。いや、ここは上から行くのが定石でしょう。あー、入れなかった。そう。つらいわ、つらいわ、つらいわ。助けて、助けて。あー。ちょっと近いところからもう1分ないね。かつライフもあんまないのかな。下手に死にたくはないな。ちょっとあと10秒逃げましょうか。どうよ。よし勝った。何に勝ったのかは知らないけど勝った。結構ハイパーモード入った時はね、頑張ったかなと思う。カメラ視点、ちょっともう一回変えていきますね。何がしっくりくるのか、ちょっとまだまだですね。セージ6です。山辺。オプションで、悩みどころだな。
ね、カメラがね、なんだろう、上下反転とかそういうその前に、めちゃくちゃ壁に動くんですよ。多分、あえてそういうことにしてんのが、あ、ちょっとね、カメラ感度あるぞ。ちょっと緩めようか。まあ、カメラ感度というよりは、曲がってはいけない方向に曲がってるぐらいっていうふうに表現した方がいいかな。普通 3D のゲームでそこまで行っちゃったら、ちょっといろいろ大変ですよねっていうところまで回っちゃうんですよ。そんな感じ。半分にしました。これできっとどうなるかな。じゃあ行きましょうか。まだステージはありそうですけど。お。端にいるんだ。炎よ。巨大ボスですかね。そんなイベントあんの。喋ったね、あとね。お、すげえ、ボスだ。弱点を攻撃してボスを倒せたステージクリア。はい。ボス戦はハイパーモード禁止。時間切れはゲームオーバー。なるほど。なんだよ、これ。あ、あれ、あそこか？てか。どうすりゃいいんだ。あ、頭かな。なるほど。すごい。なんじゃん、これ地球防衛軍ですかね。すごいね。あ、カメラはリバースの方がいいかな。まあ、ちょっとどっちにしても慣れなきゃいけないんだけど。いや、これきついな。15分もあるの時間。そんなに？おぉ、よいよいよい。やべえな。ハイパーモード禁止か。ハイパーモードで戦った方が面白そうなんだけどな。近づけないな。もうちょっとなんだけどな。なんか消えたみたいですね。ここに ZL と R をうまく使い分けて上昇して加工して。おお。ヒットしたね。あ、でも消えてないな。まあ街も燃えてるんですが、まずこいつかな。本当にあいつの頭上行くの大変だな。頭上キープが難しい。あ、でも、おーい、一回間を置くか。そっか、消さなきゃいけないっちゃいけないんだけど、どっち行くか迷うな。これでどうよ。 OK。あいつの手を消すのはどうやるんだ。こうか。うわ、また来た。あー、でもやばいな、これ街が先にやられるな。お、なるほど、結構無理やり行くこともできるんだな。あらー、これは街負けですね。街が終わっても、あ、リトライしちゃった。まあいいや、まあ頑張ろうか。あー、いやー、あーあーあー、ちょっと爆発終わりだ。うわー、あー、よし。いやー、いけいけいけ、くそー。うん、あ、上からの開始。当たんないのこれ。
はい、行きまーす。もう1時間ぐらい挑戦してます。正直な話、もう負け試合しかないんで、ほとんどカットしてるとは思うんですが、よろしくお願いします。光が見えないですね。正直言うと難しすぎる。まあ、こういうので一発ダメは入るんですよ。これをもう正直言うと速攻でやるしかないのかなと思うんですが、たまにね、街にやっぱ火の手も回るんで、いや、やっぱカメラがこうなるのはおかしい。絶対におかしい。必要ない、そこまで回るのは。いろいろ考えてはいるんですよね。消火活動しつつやるっていうパターンだったりとか、速攻をかけるっていうパターンとか、いろいろ考えてるんですが、いずれも進展がないですね。全く勝てるビジョンが浮かばない。こうやって、あー。例えばこうやって、ああもう、ただし頭の上にね、水を出したいだけなんだけど、それができないんだよな。位置調整が、いやカメラもちょっとダメだなこれ。行きましょう。まあ今のはまあ通りやまあ、頭はね、狙ったっていう感じですけど、なかなか今みたいにもいかないんだよな。そう。今みたいなやつはね、滞在時間が短すぎてダメにならない時があるんだよね。まあ、ただ、やるしかないかな。あ、行った。OK。もうこれを繰り返すしかないと思うんだけど。上点取って、もうこれ消火活動しないとこれぐらいからダメになってくるんですよね。そしてここら辺で決まってもらわないとって思うんだけど、そんなことも絶対ないからな。攻撃入りますよね。まあ、続けましょう。あ、やった、勝った。おー、すげえ。マジか。あー、やばい、1だよ、1。マジか、やったぞ。うわー、頑張った。わー、なんでこれちびっこ用 BGM じゃないかいやー、つらかった。1時間かかったよごちそうさまです。お疲れ様でした。そうですね、正直言うとね、ボロボロすぎて、まあさっきも言ったかな、ボロボロすぎたんで、あまりね、負けてるところのシーンを入れることは編集の時点で考えてないんですけど、いやー、つらかった。確かパート2取り始めたのが、なんだろうな、あ、1時間ぐらい経ってますね。やばい。いやー、これ最近のゲームで一番難しかったな。というかね、今までのステージの落差がありすぎる。これはきつい。まだ構え増えないですかね。なんか増えるっぽい感じもあるんですけど、うん、まあいいや。いやー、つらかった。きつい、もうやだ。ああいうステージと同じ感じはやりたくないですね。うん。ちょっとね、このボスの一番最初のボス強すぎるな。今まあ、やり方を覚えればなんとかギリギリいけたけど、ちょっとあれもなーって感じなんで、正直、パート1で割とお勧めしてたんですけど、この難易度を知ってしまうとなかなかお勧めしづらいかなと思います。まあちょっと、割とね、雰囲気がこういったいい感じであることは変わりがないんですけど、あそこが結構精神的にマジで辛かったんで、まああそこも含めてやってみたい人にはお勧めなんですが、相当辛いということだけは、まあお伝えしておきます。何を強化していいっていうわけもないんで、まあ、
操作ですね。本当にあそこはコントローラーさばきが求められますね。まあ頑張ってみてください。じゃあすごい辛かったです。正直とこっから先どうなるのかなって不安なんで、ステージ進めるのが怖いんですが、今日はねこれで終わりにしていきましょう。じゃあ手強かったなボスは。まあボスですからね。まあしょうがない。じゃあまたよかったらいろんな動画含め見てください。これ何でしたっけ。あ、男水だ。タイトルもう忘れちゃった辛いね。ボスはやっぱ強いわ。まああれぐらい強いボスの方がいいのかなっていう時もあるんですが、まあ大変でした。お疲れ様でした。さよなら。